五十音順、この間はメランコリーやったので、今日はもしも僕の背中に羽が生えていたら5つの赤い風船。もしも僕の背中に羽が生えてたら、僕はお空のお星様を拾い集めて、かわいいお前に首飾りを作るんよ。もしも僕の背中に羽が生えてたら、白いかわいい、ちょっと手遅れた。もしも僕の背中に羽が生えてたら、白いかわいい鳩のように、黒い小さな、この街を出て大きな空を飛び回るよ。もしも僕の背中に羽が生えてたら、どこかの知らない奥にへ行って、お花の上をきれいに飛ぶんだよ。もしも僕の背中に羽が生えてたら、醜い争いする人たちに、お空の上から清くきれいな世界を作ろうと言うんだよ。5つの赤い風船の、もしも僕の背中に羽が生えていたら、まあ、風船の曲で主に知られてるのは遠い世界にただ一曲だと思うんだけどね、まあ、風船の固定ファンはいるんだけど、そういう人たちはまあ、あの曲もこの曲もあるじゃないかと言うけど、俺もそうなんだけど、一般の人に多く知られてるのは遠い世界のただ一曲だと思うんだよね。で、俺このシングルレコードを買ったのが東京に、漫画家目指して東京にやってきたのが18だったんでね、高校卒業してすぐ来て、そして新宿の柏木町っていうところに住んでいて、そこからバイトに行くために池袋の駅までを通る道途中で、新宿駅から電車を乗ってくるので、あの柏木町から新宿駅に向かう途中にある、あの割とアパートに近いところにレコーダーがあって、そこで東京に来て最初に買ったレコードがこの5つの赤い風船のこの曲なんだよね。これ当時ね、フォーククルセダーズ解散した後に北山治が、あの早朝の、テレビ番組、若者向けのテレビ番組の司会を毎日帯でやってたんだよね、北山治が。でフォークシンガーとかそういう人を、若い人を集めて、音楽とトークの、まあ、バラエティっていうのかな、若者向けの、あの頃結構その若者向けの音楽的な番組ってあったんだよね。で北山さんがその番組はヤングセブンツーを7時20分に始まるから、ヤングセブンツーを、ヤングっていう言い方も時代を感じるんだけど若者とかいうのをヤングというふうにダサいんだけど、ヤング、ヤングオーオーとかいうのもあったし、セイヤングとかね、深夜のラジオでヤングヤングってやたら言ってたんだよね。ヤングコミックっていう、あの双葉社だっけ、ヤングコミックはあれかな、どこだっけね、少年画報社だっけかな、ヤングコミックっていう青年コミック雑誌もあったし、とにかくヤングが多くて、ヤングセブンツーオーって番組を毎日やってて、
そこで北山は要するにフォークシンガーだったから、フォーククルセーダーだったからフォークソングのゲストを呼んで、でその時に5つの若い風船ですって出てきたわけ。で歌ったのがこの、もしも僕の背中に羽が生えていたら、この曲をやったんだよ。おー、かわいい、いい曲だな、結構サウンドも俺好みだったんで、あ、欲しいなと思って即そのレコードを買いに行ったわけね。でそしたら B 面が遠い世界にだったんだよ。俺はそのヤングセブンツオーで初めて見た5つの赤い風船っていうグループのこの曲を一回聴いて好きになっちゃって、レコード買ったら B 面が遠い世界に、うん、それもいい曲なんだけど、なぜかこの A 面のこのなんていうの、可愛らしいラブソングっていうか、こっちの方が多分彼らもこれを売りたかったんだと思うんだけど、なぜかこっちのポップな曲は全然騒がれずに、 B 面の遠い世界にはあのなんだっけな、そういう学生運動とか反戦とかそういうブームに乗ったのか何か知らないけど流行っちゃっていつの間にか5つの赤い風船って言ったら遠い世界になっちゃって、これ A 面のなんかほら、A 面が売ろうと思ったら逆に B 面の方が売れちゃったみたいなことはたまにあるよね、うん、神田川だってさ、アルバムの中の1曲だったのに、うん、そういう逆転現象がよくあるんだけど、これもそういう感じで、でもこれも十分いい曲だと思うんだけど、一回聴いただけでね、いいなと思ったわけ。で、何を話そうとしたっけな、そのもしも今日モダンで モのつく曲名をこう探してあのこの枠でも過去何回かモで歌ったんだけど、 モがつく曲ってさ、もしもっても結構あるんだよねもしもピアノが弾けたなら、もしも明日が、もしも明日がってやつもみんなもしもなんで、これももしも僕の背中に他に話すことないかな適当に話し始めてるんで、何を話すか、話し出すとねベラベラ喋るんだけど、急にあれ次話出てこないなってこのトン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 って、これオリジナル の, あのレコードでは何の楽器を弾いてたかの、この赤い風船ってグループはさ、あの藤原秀子っていうのが女の人、その人の声好きなんだけど、その人はあの何の楽器も持たずにただボーカルやってたんだけど、遠い世界にもその藤原秀子さんがリードボーカルで、で もう一人のボーカリストがそのリーダーの西岡隆、こういうの作曲してる、作詞作曲してる人がね、西岡隆がハモリ入れたりして、藤原秀子と西岡隆の二人の男女のハモリなんだけど、で合計4人いて、あとはウッドベースと西岡が、ギターを弾いたり縦笛リコーダー吹いたり、あの鉄板鉄筋かビブラフォンってやつをね、下にこう筒が伸びてる、ボンヨ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 ンボンヨンボンってなんかよく響く、そういう何て言うんだろうな、要するにビブラフォン、バイブって言ってたかな、あれを弾いたたいたり、あとはハンドハープ、腕に抱えてチャララン、チャララン、綺麗なキラキラした音がするハンドハープ、遠い世界にはそのハンドハープやってたかな、チャンチャンチャン、チャン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 、チャララララーンって、でいろんな楽器使ってたんだけどあとは、あ、そう、西岡はリズムギターやってたりして、もう一人あの中川伊佐斗っていう名フォークギタリストも亡くなっちゃったんだけど、その人はかなりスリーフィンガーとかとても上手いギタリストで、その人はギター専門で、ウッドベースとフォークギターの中川伊佐斗がいて、でいろんな楽器をこなしながらリズムギター弾きながら歌う西岡隆がいて、歌専門の藤原秀子がいてっていう4人編成だったんだけど、このトゥン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 って音は何だったんだろうな、なんか、おもちゃの鉄筋
子供が木琴じゃなく鉄製のなんかで丸い棒でコンコンコンと叩くよ、なんかあれみたいな音がしてたんだけど、まあ、はっきり分かんないけど、もしも僕の背中に羽が生えてたら、僕はお空のお星様を拾い集めて、可愛いお前に首飾りを作るんよ。もしも僕の背中に羽が生えてたら、白い可愛い白い可愛い鳩のように、黒い小さなこの街を出て大きな空を飛び回るよ。もしも僕の背中に羽が生えてたら、どこかの知らない奥にへ行って、お花の上をきれいに飛ぶんだよ。もしも僕の背中に羽が生えてたら、醜い争いする人たちにお空の上から清くきれいな世界を作ろうと言うんだよ。ミスなく歌うのは本当に難しいな。この頃はね、フォークルも悲しくてやりきれないとか、帰ってきて酔っ払いとかやった後に戦争は知らないとか、そういう、あとイムジンがちょっとこう世の中的な反戦的な歌を混ぜたりして、まあ1年でフォークルはすぐ解散しちゃったんだけど、でフォークル以降、岡林信康とかこの赤い風船とかが、関西フォークがいっぱい出てきて、で世の中は学生運動が真っ盛りで、なんだろうあれ、70年安保ってやつかな、そうそう、安保 条約っていうか、日米安保が続くか続かないかみたいな、すごい反対運動が起こっていて、で学生運動があって、でベトナム戦争があったから、世の中はそのなんていうの、反戦運動とか反戦歌とかかなり流行ってて、フォークはもう反戦ばっかりだったな。でこう赤い風船は割と可愛らしい曲も歌って、こういう感じの可愛い曲も歌って、 どっか、まあ、女性ボーカリストがいるのでメルヘンっぽいものもあったんだけど、時代が時代で、反戦歌わないとフォークシンガーじゃないみたいな空気が漂ってたんで、この曲も、うん、白い花がどうのこうのとか、君のなんだっけ首飾りをどうのこうのって歌ってるんだけど、メルヘンなんだ最後の方はね、憎い争いする人たちにみたいな、ちょっと反戦を混ぜてんだよね。遠い世界にもなんか、戦争とか直接表現しないけど、遠い世界に、なんでね、歌詞忘れちゃったけど、あっちもなんかね、暗に戦争反対的なメッセージを優しい歌詞の中に、ま、混ぜてるんだよね、とにかく戦争反対をどこかに入れないと、フォークソングにならないみたいなね、風潮は、だいたい流行歌のほとんどは恋を愛を歌うことが、全部そうなんだけど、どんな歌にも必ず
君が僕が愛が恋がって歌わないといけないんだけど、フォークソングの時だけは珍しくね、愛恋を抜きにしても歌が成り立ってたんだよね。うん、そういう、だからそういう曲っていうのは当時の世相の中では若者に支持されるんだけど、流行歌にはなりえないから、結局この5つの赤い風船も同時期のあの六文銭っていうグループもかなりいいサウンドでいい曲作って歌ってたんだけど、売れなくって六文銭も5つの赤い風船も解散しちゃって、うん、フォークって本当にお金が儲からないんだよね。で当時のそのこういう人たちのフォークソングを聴いてた若者、大学生中心のそういう人たちもラジオからこうエアチェックっていうかテープレコーダーに録音しちゃって覚えるみたいな、俺みたいによしこの曲気に入ったって即シングルレコードを買いにレコード屋に行かないんだと思うんだよね。だからで行ったとしてもみんながみんなあのいわゆるヒット曲みたいに買わないから、なぜか有名な曲なんだけど遠い世界にもう果たしてどれだけの人がレコード買ったか分かんないんだよね。知ってるよその曲、赤い風船っていうグループ名は知らないけど遠い世界に行って曲知ってるよっていう人はいっぱいいると思うんだけど、じゃあそれを買ったかって言ったら買ってないと思うんだよ。どっかで流れてるの聞いたりすごく気に入ったとしてもそれをラジオから録音しちゃってテープで何回も何回も聞いてるから、そういうのがそれじゃ あの作った人にもお金入らないよね。そう、俺もまあそうなんだけどね、俺もまあ結構買った方なんだけど、フォーク全般は一番やっぱりラジカセで録音して覚えたっていう曲が圧倒的に多いね。好きなシンガーは拓郎とかはね買ってたんだけど、フォークも拓郎もアルバム何枚も買ったりしてたんだけど、いっぱいフォークシンガー、赤い風船もいっぱいアルバム LP レコード買ったな。でもどれ一つみんなヒット曲っていうのがないんだよね。フォークルだって帰ってきた酔っ払いと悲しくてやりきれないわみんな知ってるだろうけど、うん、でもまああのグループはね1年で解散しちゃったから、その後にあのソングライターとしていろいろ加藤和彦も北山さんも橋田典彦はシューベルツを作って割と流行化路線に乗って、北山加藤ではあの白い色は恋人の色とかね、そういうのを作ったり、橋田の彦は自分のグループで火星とかヒットさせたり、花嫁とかねクライマックスで、そういうふうに人にあの提供する形、まあ言ってみればその後の吉田拓郎路線だよね。自分でフォークソングを歌って加藤和彦としてソロでレコードを出しても売れないんだよ。だけど加藤和彦はいいメロディーラインのあのソングライターだから、北山も詩を書いて、北山が詩書いて加藤が曲書いて、ベッツ&クリスに歌わせればそれがヒット曲になって金が入ってくるというちょうど拓郎と同じパターンだよね。拓郎がいくらシャウトしてもさ、人生を語らずっていう曲をいくら拓郎がシャウトしてもかっこいいと思われてでもそれは拓郎ファンしか買わないから、だから拓郎はいろんな歌謡曲歌手にメロディーを提供したりで、自分の曲でも結婚しようよ旅の宿でその流行化路線に乗って人稼ぎすると。でそればっかりやってると、おい拓郎は流行歌手になっちゃったのかっていうふうに拓郎ファンからそっぽ向かれるので、シャウト C の優しい歌を C のレコード歌手に、あの流行化歌手に曲を提供して、でまた自分のコンサートでは春だったねとペニーレンでバーボンとシャウトしていろいろこう引き出しがたくさん持ってる人だから、うん、あのついてくる拓郎ファン、コアなファンは裏切らずに、でもそればっかり見てるとお金稼げないから、流行歌手に優しい曲を提供して印税を稼ぐと。だからそういう路線は多分加藤和彦から始まったんじゃないかな日本は。
北山治じゃない、北山や加藤の路線を拓郎がまあ真似したというか、岡林信康もさ、フォークの神様と言われてたんだけど、それができなかったんだよね。うん、岡林信康はあの流行化路線を拒んでたというところもあるんだけど、多分メロディーやなんかで拓郎や加藤和彦のようには岡林のメロディーラインは流行歌手に曲を提供する流れにならなかったんだと思うんだよね。まあ、一応本人はそれを、そんなチャラチャラした曲を俺が書くわけねえだろうっていうなんか姿勢を出してたかもしれないんだけど、結局フォークの神様といくら言われててもフォークの神様では印税生活にはなれないということが現実だよね。そう、なんかその、漫画家で言うとさ、言うと高橋留美子っていうのはあの売れる漫画しか描かないと、言い切ってたらしいからさ、そのなんて言うんだろうな、割り切りがすごいよね。自分の好きな漫画を描くか売れる漫画を描くかみたいな、そういう岐路がありませんかみたいな質問に対して、いや私は最初から売れる漫画しか描く気ありませんでしたなんて高橋留美子は言ったらしいから、そこまで徹せられればいいよね。歌手はあるいは作曲家は自分が作りたい歌を、歌いたい歌を作るのかと、あるいは売れる歌を作るのか、意に反しても売れる曲を作るのかっていう選択ってあると思うんだよ。売れるからっていうのをいやいや作ってるとこう、ね、熱が入んないと思うんだけど、いや俺はもう歌手やってる、作曲してるのはお金を稼ぐためだよって、みんなに拍手してもらうためだよっていうふうに割り切ってると、あの自分が趣味で歌うんなら、俺が毎日5曲ずつ自分のダサく曲を作ってるみたいに、趣味だったらさ、何を歌おうが何を作ろうが勝手なんだけど、これをレコードにして CD にしてみんなにたくさん聴いてもらって、いい歌だいい歌だと褒めてもらって、印税を稼ぐためにはみんなに受ける曲を作らなくちゃならないのが、それがプロっていうもんだから、どこで自分の信念を貫き通すか、あの大衆に迎合するかっていうところだよね。みんなが求めてるものと自分の作りたいものとは同じであるわけはないんだよ、きっとそうなんだよ。あの石森章太郎だってそうだったもん、ものすごい才能のある人なんだけど、石森は自分の書きたいことをずっと書いてきたんだけど、弟子の永井豪の方が全然売れちゃって、デビルマンだなんとかだ、マジンガー Z だって売れちゃって、石森のアシスタントだった永井豪がどんどんあの売れちゃっていくのに、天才と言われた石森がなかなか、要するにマニアには受けてたんだけど、石森はあの永井豪のように大ヒット漫画っていうのがなかったんだよね。せいぜいサイボーグ009あたりで、それである日俺だって流行漫画を描こうと思ったら描けるんだよみたいに、高橋留美子長に要するに俺はただ今まで好きなことを描いてきたんだよと、描きたいものをただ描いて、でもなんかあの人には流行漫画、流行る漫画を描けないんじゃないかみたいな、アシスタントだった長い子に負けちゃってるじゃないかみたいなっていうのは聞こえてきたか聞こえてこないかわからないけど、いや俺だってその気になれば売れる漫画描けるよって言って仮面ライダー描いたら大ヒットしちゃって、ずっと今まで続いてるし、まあライダーがどういうあの漫画としてオリジナル性とかテレビとのタイアップとかいろいろあるんだろうけど、何にしろそれをキャラクターを考えて設定を考えたってことで、まあ石森章太郎の作品であることには間違いない、ないわけで、その路線を要するに今までそういう漫画を彼は描こうとしてこなかっただけで、描こうと思えば描けるんだよと、ただあの漫画を好きで始めたわけだから、好きな漫画を自分の好きなように描き続けるってことと、売れてお金を稼ぐとみんながそれを喜ぶかっていう、どっちに舵を切るかっていうのはね、歌手でもあの役者でも
漫画家でもみんな同じなんだよね。だから高橋留美子みたいに私は売れる漫画しか最初から書く気はありませんから、売れるのか好きな漫画を書くのか迷ったことなんてありませんなんて言い切れる人はすごいと思うんだけどさ、でその言葉通り高橋留美子の作品も全部ヒットしてるし、だからああいう人って珍しいよね。でまあ話長いんだけど、岡林信康は結局流行路線に乗る気がなかったのか乗る力がなかったのか、うん、フォークの神様っていうところで終わっちゃってるよね。で加藤勝彦や北山治や吉田拓郎とかは器用に両面どころかいろんな引き出し持ってて、加藤勝彦だってサディスティックミカバンドとかね、ロックやったりポップスやったりフォークやったりで、一回り回ってまたフォーククルセダーズを再結成コンサートして最終的には自殺しちゃったけど、フォークから始まってフォークに戻って自分を幕閉じちゃったっていう感じで、途中でいろいろねシティポップス系なことをやったり、アニメの、なんだっけなマクロスの曲書いたり、あの Do You Remember とかね書いたり、いろんな曲書いてたんだよね。だからすごい引き出しが多かったよね加藤勝彦も。で最終的にはフォークソングに戻って自分で自分の幕を閉じたって話が話がないとか言いながら話し出したら話し出したら止まらない。では、おしまい。